大田区議会議員選挙に立候補いたしました高杉康二です。私の公約は次の通りでございます。外国人生活保護、これの件数や割合、国籍別の実態を明らかにし、議会で廃止を訴えます。次に外国人国保税滞納の件です。こちらも件数と日本人に比べての滞納率、これを明らかにし公表していきたいと思います。最後に成果が明らかでない委託事業や補助事業、こちらの疑義があれば調査し、これを中断いたします。関わっている議員や役所員の追及も行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。もう一つ、公約として掲げているのは区民税の減税を行いたいと思っております。こちら均等割という区民税の項目があるんですけれども、1年間で15億円という金額なんですけれども、こちらは環境予算等を削減すれば十分に相殺して余りある金額だと思います。こちらの区民税均等割の減税を実現させたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、大田区民の皆様、高杉康二にご投票よろしくお願いいたします。大田区に、お住まいのお知り合いの方いらっしゃいましたら、お声掛けくださると本当に、ありがたいです。よろしくお願いいたします。